こんにちは松原美里です新人さんのための保育ステップアップコース第3回目は先生同士の心が通ううコミュニケーションといいでお届けをしていきますどうですか実際保育士になってみて子どもと向き合う毎日の中で実は私一緒にやってる先生となんかうまくコミュニケーションが取れないんですっていう人いませんか 例えば、良かれと思っていろいろ自分なりに動いてるんだけれどもどうやら先生のお気に召さないようでなんかイラッとされてしまうのを感じてるとかあるいは一生懸命やってるんですけども先生の期待にはどうやら届いていないようでなんか頑張れば頑張るほど悪循環にはまってしまってもう私どうしていいか分かんないんですとほほっていう。子供は好きなんですけど、 その先生同士のやり取りが難しくってちょっとなんかこの話はよく聞くお話で実際私が部下を持ってた時もクラスの中でのコミュニケーションが割と保育の中での大事な要になってきてその中でちょっとした、ね、心の行き違いがちょっとしたトラブルになってしまいクラスがぎこちなくなってしまうってうことがよくありました。 でですので今回はその辺どうやったらうまくいくのかちょっとしたコツをお伝えしながら情報共有とか一人ではできないからこそ一緒に背中を預けようようなコミュニケーション図っていきましょうというところをお届けをしています。どうぞお楽しみに。